まずは第1章アクセルターン、これはドリフトの基本中の基本、これをやらなきゃ始まらんとですよ。やり方は簡単、一速に入れてハンドルをいっぱいどっちかに切るとです、回転をアクセルで5000ぐらいに合わせましょうか。アクセルを踏みつつ5000まで回転が上がった時にクラッチを一気に離すとです、プルッ、これでケツが出おりますよ。このプルッと出る瞬間ちょっと快感になるかもしれません、これがアクセルターン版。まずはドリフトの第一歩、お尻を出すことから始めるとです、やり方は簡単、アクセルターンからやってみましょうか。まずハンドルを好きな方に切りましょう、右に切りましょうか。じゃあそしてクラッチを踏んで一速に入れサイドブレーキを下ろします。5000回転ぐらいまでブーンと回転が上がった時にクラッチを一気に離すとですよ、離すと同時にアクセルは踏み込むとです。よかですか、ほら流れたじゃないですか。もう一回やってみましょうか。これがアクセルターン版、意外と簡単にできるとですよ。クラッチを踏みましょう、そして一速に入れるとです、あ、エンジンをかけるのを忘れたらいかんばい、そしてハンドルを好きな方向にいっぱい回しましょうか。そして5000回転ぐらいまで回転を上げたところでスコンとクラッチを一気に離しましょう、同時にアクセルを踏まんとダメですよ。了解ですか、これがアクセルターン版。まずはアクセルターン、一速に入れましょう、クラッチを踏むのを忘れずに、そしてハンドルをもうどっちでも好きな方に目いっぱい切るとです、で回転を5000ぐらいまだ上げてですね、クラッチを離すと同時にアクセルを踏み込むとです。了解ですか、5000ぐらいです。こうやってケツが出る瞬間を覚えるとですよ。ほら、ケツがプリッと出るじゃなかですか。これがアクセルターン版。それではおさらいしますよ、アクセルターン、まずハンドルを切ってサイドを下ろして一速に入れて、それからアクセルを踏むとです、5000以上超えてきたらもしかしてそこで一気にクラッチを離すとですよ。すると車はプリッとケツが出ております。大事なところはですね、クラッチを離した瞬間にアクセルを踏み込むとです。ここは大事なところかもしれんとです。続いては第2章サイドターン、先ほど止まった状態からのアクセルターンじゃなく今度は動き出します。よかですか、ブーンと車が走っとるですね、そこでハンドルを切ってサイドブレーキを引くとですよ、クラッチ踏むのを忘れずに、お尻の出し方は2つあるとですね、止まった状態と走った状態、走った状態がサイドターン。続いてはサイドターン、走りながらお尻を出すということですよ。まず走りながらですね、ハンドルを切ってクラッチ踏んでサイドブレーキ、するとハンドルを切った方向に車が滑り出しております。好きな方にこれもやってよかですよ。よかですか、走っててハンドル切ってブレーキ、こう一連の動作が大事とです。走りながらお尻を出すとですよ、まずゆっくり走り出しましょう、そしてハンドルを切ってクラッチを踏んでサイド、ハンドルクラッチサイド、リズムが大事ですね。どこですか、ハンドルクラッチサイドですよ、走ってハンドルクラッチサイド、このように一連の動作でやりましょう。まずゆっくり走っていってハンドルを切ってクラッチを踏んでサイドブレーキを引くとです、もうハンドルクラッチサイドぐらいのこのリズムが大事ですね。一瞬ですよ、まず走り出してハンドルクラッチサイド、一緒ぐらいんですね、これほらリズムが大事とですよ。タイミング具合がお尻がプリッと出ております。よかですか、タイミングは大事ですよ、ハンドルクラッチサイド、このようにリズムが大事とです。
サイドターンは車を走らせながら、よかですか、ブーンと走っとるですね。でステアリングを切り込んでからクラッチと踏んでサイドブレーキ引くとですよ、すると切った方向に車はくるっと回るとですね、